おげ、皆さん、おはようございます。多分前回来た人分かるけど、まあ、ドライチャーと申します。MIT メディアラボに働いている、Lightning Network とか、そういう研究します。今日はなんか、Bitcoin Cash というハードフォーク、そして UASF なんか、VIP148 のなんかそれソフトフォークの日、そして他のハードフォークの日で、まあ、今日の夜ぐらいなんとかなるかもしれないけど、だからちょっとフォークの説明、ネットワークを変わるののいろんな方法がある。でちょっとみんななんかこれ難しい、みんな言葉も同意してない、言葉の意味も同意してないとか、こういう言葉どういう意味とか、まあ、難しいから質問いっぱい聞いてください。最初はビットコインはなんていうコンセンサスという、みんな同じソフトを使ったら同じ取引を見える、みんなの残高を同意する、お金は必ずそういう感じ、みんな同意してなければお金使えない。はい、これ1000円です。これ1000円じゃないよ。これね、それならお金使えないね。だから、ビットコインのすごいことは、ルールがあれば、ルールみんなルール同意したら、同じ取引同意できる。でも、どうやってそのルールをの意味の同意する？最初は、サトシが全部のルールを勝手に決めた。はい、21 million のビットコイン、そしてブロックは10分ずつとか、全部のルールは、まあ、サトシさんが決まったけど、ずっとそういうルールを守るではない、ルールをちょっと変わりたいね。そう、まあ、このトピック難しい、今日は特に意味がある、8月1日なんかフォークが起こるかもしれない。なんか戦争っぽいいろんな人が、じゃあ私のルールが一番大切、他の人がじゃあ私のルール、まあ多分インターネットで見たみんな喧嘩するとか、そして言葉の意味もみんな同意してない、何がフォークとか何がオルトコインとか、そういう感じで、みんな私たちのソフトはこれが本当のビットコインです、違う、お前のソフトはオートコインだよとかよくあります。今まで最初はビットコインだけで、2013、4年ぐらいビットコインコアと呼ばれた、それギャビンが考えてた。でその後ビットコイン XT、 ビットコインクラシック、ビットコインアンリミテッド、ビットコイン ABC、 まあいろんななんかフォーク しようよとかのソフトがありました。今まで、まあ、基本的にみんな同じ取引を同意するけど、じゃあそしてちょっとノードの、強さ の順番があります。フォークも関係ある、自分の気づくかどうか関係ある。だからフォーノードというのは全部のブロック確かめた、全部の取引最初から確かめて、そして UTXO セットあります。全部の誰がいくらを持っているのは全部自分のパソコンに入っている。そして全てのルールを守ります。pruned full node。これは Bitcoin conf に pruning equals 1とか、pruning したら、full node と同じ強さ、同じセキュリティだけど、前の取引、前のブロックを消せる。だけど、UTXO セットは全部あります。だから、全く同じルールを守る。だから、セキュリティは変わらない。ただ、他の新しいノードが、ネットワークに参加したら、その pruned ノードは、手伝いできない。新しいノードが、ねえねえ、ブロック100、何だったっけ？で、pruned ノードは、じゃあ、覚えてない。消した。けど、full node、なんか、今のフォーノードは、じゃあブロック100まだあります。2009年のブロックでもあります。OK、so、フォーノードとプルノードは基本的にコンセンサスの意味であんまり変わらない。基本的に一緒。
で、その次は SPV の。SPV は、UTXO 線が持ってない。それ基本 の違い。あのフォンだからルール守れない。そしてあのあ、みんな気づかないけど、証明を確かめられない。UTXO 線がない。だから、取引もらったら、証明が入ってる。そのデジタル証明。だけど、前の公開鍵は覚えてない。Right? この前の TXID、ここの鍵ですよ、ここの証明ありますよ。じゃあ、はい、いいよ。証明の確認できないし、基本的に Proof of Work に信頼する。それ、T シャツみたいに信頼無料じゃなくて、信頼が必要。SPV の、他のマイナーに信頼する。で、まあ、SPV のにもいろんなちょっと種類がある。だけど、まあ、基本的にそういう種類、自分の秘密鍵が持ってる。で、自分の、ウォレットがあるとか、そしてお金もらったら、まあ、Proof of Work で確かめる。あれ？他の、ちょっと待って。あ、忘れた。他のスライドだったっけ？それ以下にも他のもっと柔らかいノードがあります。これ以下、これ SPV 以下のは、名前は分かんないけど、API のウォレットみたい。Blockchain Info とか、Mycelium とか、Copay とか、そういうウォレットは、Proof of Work で確かめるもしない。そういうプーフもないけど、ただ、他のサーバーに、信頼するサーバーに、私いくら持ってますか？とか、これ私のアドレスいくら持ってますか？とか。で、そのサーバーが、あなたは2ビットコインありますよ。で、そのサーバーを信頼する。で、まだ自分の秘密鍵が持っている。だから、ある意味に自分のビットコインが自分で持っている。だけど、お金もらうときに、その相手のサーバーに信頼する。で、それが危険。みんな、多分みんなあんまり気づく、なんかみんな普通にお金使うときには、じゃあ私1000円が持ってます。で、お店に1000円渡して、なんかもらって大丈夫とか。けど、お店から見ると、この1000円が本当に大丈夫かどうか。みんなの考えは、じゃあお金払ったら本当にその買い物がもらったかどうか。だけど、店の考えはちょっと逆に、この1000円が本当に1000円とか。で、だから普通の人そんなに気にしてない、そんなに心配してない。もらうお金か本当に正しい。で、その API ノードは、お金もらうときに、全部信頼する。お金払うときに、まあ、フォルノードと同じセキュリティだけど、お金もらうのがこういうシステム の違い。そしてその一番下のは、なんていう、ホーステッドカストリアルとか、例えばコインベース、エクスチェンジ、ビットフライヤーとか、そういう口座を作ったら、自分が何も持ってない。秘密鍵も持ってない。お金もらったら、そのサイトに信頼する。基本的にビットコイン持ってない。それビットコインじゃなくて、約束だけ。そしてあるノードが、フォークにちょっと違う状態があります。例えばそのビットフライヤーとかエクスチェンジにあるビットコインはフォーク気づけない。そのサイトが決める。 その API はもうそう。 SPV はたまに気づく、たまに気づかないとか。でもフォークノードは全てのルールを守ります。OK、so、例えばどういうルールが変われるフォークに。まあ、いろんなルールがある。で、それもちょっと、一番上はヘッダー。その80バイトのヘッダーは、例えば、Proof of Work がある。Proof of Work 変わりたければ、それもフォーク。Proof of Header になんか時間も、OK、時間のルール変わる。難しさのルール変わる。それだけ。ブロックのレベルのルールもあります。例えば、ブロックの大きさ。今の喧嘩はブロックの大きさとか、
手数料がちゃんと合っているかどうか、その下のレベルに一つの取引のレベルにある、その取引のロックタイムが正しいかどうか、その取引のバージョンとか、そしてその下にインプットのレベルのルール、例えばエンドシークエンスとか証明が正しいかどうか、まあ、いろんなルール、例えば SPB のノードはヘッダー見えるけど、取引とかインプットは気づかない、ほとんどの取引はダウンロードしてないだから気づかないけど、フォンノードは全部のルールを守ります。 OK、 So フォークが2つ以上の種類があるけど、一番よく聞いてるかも、ソフトフォークとハードフォークで、名前がちょっと逆だけどソフトフォークはルールを厳しくする、ルールを増やす、今までなかったルールを、はい、この新しいルールをします。ハードフォーク、ハードなのに、ルールを優しくする、今までの守ったルールを、まあ、なくしていい、 今から関係なくなる。 So 例えば、ソフトフォークの一つは、今から、Z という文字が入っているのはアドレスは禁止、アナトンドレスは Z 小さい Z の文字があれば、そういう取引が禁止、ブロックに入れない、まあ、まだ使えるけど、たまに他のアドレス作らないといけない。そしてハードフォークの例えは、その証明は73バイトのデジタル証明で、1ビットで間違えたら、まあ、大丈夫です。ちょっと大体の証明なら OK、 今まですごく厳しくその証明が必ず正しいだけど、これしたらまあ1ビット違うだから、まあまあ大体分かった、大体いい証明。ソフトフォークの場合、例えばその Z が禁止にする、前のソフト、フォンドなら何でもアドレスは大丈夫、 Z でも A でも B でも、その新しい変わったソフトは Z 入ってるアドレスダメ、こういう取引見たらメンポーから消す、そしてブロックにそういう取引があればそのブロックが全部ダメ、そしてそのブロックの上に何とか他のブロックがあれば全部ダメ、一つもずっとできない、だから前のソフトが新しいルール多分気づかない、right? 前のソフト、その Z でも大丈夫 A でも大丈夫のソフト、そのルールが起こったらまあ気づくかもしれない、あれ最近アドレスが Z 全くないね、不思議ねとか、でも多分気づかないじゃない気づくのは自分の作ったアドレスが Z に入ってるで、お金もらえない、え、なんで、で多分インターネット調べた、え、 Z が禁止なんだ、じゃあ他のアドレス作るとか、まあでも多分気づかないかも、普通に動いてる、でもちろんネットワークが分かれない、一緒に作ったのをやってる、前のソフトフォーク、前のソフト、でもその新しいソフト、その Z が禁止のソフト、彼らは気づく、ちゃんと確認する、はい、すべてのアドレスは Z 入ってない、はい、大丈夫、大丈夫、よし、私たち、ビットコインのルールを変わりました、Z を消した、よし、とか、で、まあ、そんなに悪くない、前のソフトが多分気づかないだから、まあ大丈夫ね。ハードフォークの場合は、まあ、証明が1ビット間違えたら大丈夫です。前のソフト、その証明全部厳しく守ります。で新しいソフトは、まあ、ちょっと間違えたら、まあ、大丈夫、許すよ。新しいソフトは、前のブロック全部大丈夫ですね。その新しいソフトは、100% 正しい証明はまだ問題ない。だけど、前のソフトがその新しいちょっと微妙な証明見たら、ダメと見える。で、そのブロックを断る。
それは、ネットワークが2つに分けるかもしれない、ね、あの新しいソフトがじゃあこのブロック大丈夫ですよ、で前のソフトはこのブロックダメです、証明が正しくない。だけどソフトフォークも、2つに分ける可能性もあります。それハッシュパワーの違いです。あのハッシュパワーに基本的に、まあ、4つに分けた、あの0半分以下半分以上と 100%、 基本的にそういうレベルがある。で次のスライド、まあこれちょっといっぱい説明しないといけない。あのじゃあソフトフォーク、例えばその Z を禁止にする古いソフトで、そしてこのハッシュパワーは何パーセントのハッシュパワーがそのフォークのソフトにアップデートする、right? 0% という意味は、全部のマイナーは変わらない、right? ソフトフォークとかハードフォークのソフトがあるで自分でダウンロードして、だけどマイナーはアップデートしない、1人でも。で多分 50% 以下は、あるマイナーがアップデートするけど大体のマイナーはアップデートしない、そして 50% 以上は半分以上のマイナーがアップデートする、で 100% は本当に全てのヒット全てのマイナーがアップデートした。 OK、so、ソフトフォークの場合自分があのソフトフォークの新しいソフトをダウンロードした、ね、あの Z を禁止するけどマイナーたちみんな Z を禁止しない、それなら古いソフト何も変わらない変化なし、ね、あのマイナーも変わらない、ソフト変わらないけどその新しいソフト、その Z 禁止 のソフトネットワークが止まる、ブロックが来ない、あのブロック全く見えない、多分 Z がなんとかのブロックに入ってるね、で全てのマイナーは、まあ、Z のアドレス大丈夫です、でほとんどのソフトウェアが、まあ、変わらない、前 Z もあった今 Z もあった、で新しいルール考えた人たち、このブロック禁止このブロックダメで Z がないブロックが来ない、でその人たちから見ると停止、あのネットワークが止まった、でずっと動かない、あのまあ良くないですね、あのその人たちにあのビットコイン使えなくなる、あの危険ではないけどね、あのただ止まった取引できないブロックが来ない。 OK、 じゃあの質問あればあの聞いてください、これちょっと分かりづらいだから。 OK、 そして例えば2割ぐらいのマイナーがアップデートする、そのソフトフォーク古いソフトから見るとあまり変化なし、もしかしてブロックの速さがちょっと遅くなるけどブロックのルールがまあ前と一緒、新しいソフトはそのルール作った Z 禁止のルールがある、そしてネットワークが2つに分ける、ね、あの例えばブロックが遅い1時間で1か2ブロックしか出ない、だけどそのブロックが Z が全くない、で この人たちから、ブロックもちょっと遅くなったけど1時間に4つ5つのブロックが出る、これの方が長い、これの方が Proof of Work が多いけど彼らから見ると Proof of Work でもその Z が入っているブロックがダメだから見ない、で2つのブロックチェーンになる、あのその Z がないと Z がありのブロックチェーン2つに分けてみんな使える、であのまあ、あと2週間3週間ぐらいその難しさが変わってみんな普通のブロックチェーンになる、あの普通の速さ、そして 50% 以上のマイナーがアップデートしたら両方古いソフトも新しいソフトもそのルールが増やしました、あの Z がどこにも禁止になった、あの前のソフトはそういう Z のルール守らないけど例えばメンプールに入ったらこの取引 Z のアドレスがあります、うん、大丈夫けどなんかブロックに入らない、いつもあのそしてブロック入ったらそのブロックすぐオーフェンになる、あの次のブロックがそのブロックにつながってないだから、たまにあの Z のアドレスがブロック出てるけど他のブロックの方が早い、ね、で新しいソフトは
ルール、新しいルールある。そしてあのブロック、たまにダメのブロックがよく見る、ね、あの1時間で1つ2つのダメブロックが見る。それ、まあ、あるかもしれない。だけどあの2つに分けない、分かれない、あのずっと一緒。この人たちたまに1つ2つのブロックで分けるけどすぐ一緒になる。あのこれの方が長い。 OK。 そして 100% だったらまあこれと一緒、70% から 100% あまり変わらない。ただあの新しいソフトだとダメのブロック1つも見ない。そして彼らはオーフェンも見ない。あの彼らはオーフェン、何でものサイズでもオーフェンは見ない。あのそのオーフェンが自分のソフトに入らない。OK、そういう説明、ソフトフォーク。まあ、なんとなく分かる？質問？ OK。で、次、ハードフォーク。OK。ハードフォークは、その、証明の1ビットが間違えても許す。0% のマイナーがその新しいソフトにアップデートしたら古いソフト何も見ない、新しいソフトも何も見ない、全部普通。そして古いソフトはもちろん全部の証明が全部正しくないと進めない。その新しいソフトはルールを優しくするつもりだけどルールが変わらなかった、ちょっと失敗みたいな感じ。その1ビットダメの証明は彼らのメンプルに入るけどなかなかブロックに入らない。で次、ハードフォークが 50% 以下、例えば 20% のマイナーが、ハードフォークのソフトにアップデートした。古いソフトは変化なし。たまにダメのブロックが見るけど、そのダメブロックが気にしない、ね。そして進む。新しいソフトは 0% 一緒に、ルールが変わらない。たまに、ダメのブロック2つの、違う、たまに、その優しいルールのブロックが見える。あ、この取引が一つビット間違えたけど、ブロックに入った。で、このブロックがあります。よし。でも、そのブロックがすぐオーフェンになる。ほとんど大体のマイナーが前のルールだから、それの方が長くなる。で、2つに分かれない。50% 以上のハードフォーク。マイナーのが、半分以上新しいルール、新しい1ビット間違っても大丈夫。古いソフトは、まあ、変化なし。ただブロックの速さがちょっと遅くなる。まだ普通の証明だけど1時間に3つのブロックしか見ない、2つのブロックしか見ない。で新しいソフトはそのルールが減る。ダメの証明でも OK。 でネットワークが2つに分ける。彼らはこのブロックがダメですよとか、で新しい人はこのブロック大丈夫よ。でその新しいネットワークの方が長い、Proof of Work が多いだから、これ彼ら守る。けど彼らから見ると長さ関係ない。もちろんいっぱいのマイナーがこういう取引マイニングするだけど、とにかくダメ、ルール守ってないだから、このブロックは見ない、消す。OK。で、最後、ハードフォークが 100% のマイナーがサポートする。それなら、古いソフトは停止。ネットワークが終了。全部のブロックがダメの証明が入ってる。だから、正しいブロックが見てない。1時間、2時間、1日、ブロックがゼロ。これが困る。そして、新しいソフトは、そのルールが減りました。それ2つに分けるかどうか、なんか2つに分けるけど1つのは止まった。これと一緒、2つに分けてだけど
一つの新しいネットワーク止まった。これ二つに分けて、前のネットワーク止まった。そういう、まあ、なんかちょっとこうがこうと似てるとか、そういう、まあ、そういう感じかな。今までのビットコインには、基本的にソフトウェアだけ。まあ、2013年にちょっとハードフォークがあったみたいけど、ちょっと微妙。実はそのルールが、曖昧だった。2013年以前に。データベースのソフトで、ちょっとたまにダメ、たまに OK とかで、あまりソフトウェアで書いてなかったルールだけど、2013年からそれを直ったけど、ハードフォークっぽいだった。だけど他のは、全部ソフトウェア。そして今、2年前、大体アクティベーションとか、それ、話してる時間なさそうけど、アクティベーションが、じゃあみんなのマイナーを、新しいルールをする以前に、みんな、あ、じゃあこのルールしたいですとか、そのルールを守る前に、ルールの、なんか話がある。ヘッダーに、じゃあこのルールをしますよ。で、95% のブロックがこのルールいいよとかにしたら、ルールが、アクティベートされる。で、大体こういう感じになる。今まで。で、今日、今日 UASF。UASF は、まあ、基本的にこれ。ね。マイナー、半分以上のマイナーがやってないけど、ユーザーだけが自分で、じゃあ、この新しいルールを守ります。で、マイナーがちょっとあれば動くけど、マイナーが全くしないと、まあ、ネットワークが止まる。それ、UASF って今日起こる、予定だったけど、それ以前に、先週ぐらい、マイナーたちが同じソフトフォークをやってた。で、こうなった。だから、ここからここになった、今。それ、その、BIP148。ハードフォークは、Bitcoin Cash とか Bitcoin ABC なんかハードフォークをする。今日の夕方ぐらい。だけど、それは、それ、普通のハードフォークじゃない。その Bitcoin Cash はハードフォークもソフトフォークも両方一緒にする。次のさ、その Bitcoin Cash のハードフォークは、じゃあ1メガのブロック以上は OK です。2メガのブロックとか4メガのブロックは大丈夫です。そして、それルールを消す、ね。今までのルールは1メガのブロックは最大。1メガバイト、10 million って何 ?100 万。100万1バイトのブロックは禁止。そして今年の2月、100万27バイトのブロックがマイニングした。で、全部のノードがダメって。それは、Bitcoin Unlimited のソフトが作った。そのブロックサイズを上がる。それはハードフォーク。だけど、同じ時に、ブロックサイズが必ず1メガ以上にする。それはソフトフォークです。ね、それは、このルールは、必ず1メガのブロックです。で、それ前のソフトは、そういうルールがない。だから同じ時にハードフォークもソフトフォークもする。So, たまに、Greg said reciprocal hard fork。Full fork も聞いたことある。基本的に Hard fork と Soft fork が一緒、同じ時にする。同じソフト。それはこういう。OK、0% は、Soft fork と同じ。0% の前になら、新しい Full fork、Reciprocal fork したら、ネットワークが停止する。前のソフトは、何も変わらない。半分以下なら
2つに分ける、right? 半分以上なら2つに分ける、あの 100% なら、前のソフト停止、ハードフォークみたいな感じ、前のソフトと終わるで新しいソフト、そのルールが変わったで進む、まあ2つに分けれるけど前のはあの終わった止まったみたいな、それはビットコインキャッシュがそういう感じはずのあのビットコインキャッシュが本当に最近ソフトいっぱい変わってる、like、先週とか3日前とかだから実はどうなるかちょっと分かんない、面白いかもしれない。今日の9時 When is it? When is the 9時 They'll start at 9 o'clockMining? Yeah. So, まあ面白いかも。そして、replay attack。その、2つに分ける場合、例えば、こういうフォークに、0か 100% 以下、あの、基本的に何でものハッシュパワーなら2つに分ける。で、ここには、ソフトフォークの半分以下、またはハードフォークの半分以上。あと、2つに分ける場合、replay。の可能性があります。例えば一つのネットワークに取引を作って、その取引を他のネットワークにリプレイする。去年の夏、イーサリアムがハードフォークされた。そしてその時、Is it full fork or hard fork? とにかくその時リプレイできる。で、あのいろんな問題がありました。じゃあ私がビットコインを送りたい。そしてビットコインを送ったら、ビットコイン ABC のネットワークにビットコイン ABC も送る。そしてあの気づかなかったら、ビットコインもらったけど同じ時にビットコイン ABC ももらった。もしかしたら またはもらってない。だからあの去年の今ぐらい、去年の8月、Ethereum のハードフォークの時に、Coinbase という取引所がじゃあ私たちハードフォークします。で、前のソフトはもう終わり。関係ない。私たちあの新しいハードフォークのソフトしか使わない。で、取り出すると両方が出る。Ethereum と Ethereum Classic。彼らはリプレイ気にしなかっただから。だからいろんな人がじゃあデポジット、Ethereum、新しいハードフォークの Ethereum だけデポジットする。で、残高が上がる。で、withdraw、取り出す。で、両方が取り出す。で、2つに分ける。その Ethereum Classic を売って、まだ同じ Ethereum を入れて、取り出して、両方が出る。とか、で、すぐ、まあ、3時間ぐらいで、何億円分の Ethereum Classic が全部取られた。エクスチェンジから。で、弁護士と話したら、あれ、客さんの両方を出さないといけない。客さんが取引所に Ethereum をディポジットして、その Ethereum が2つに分けて、それ両方、客さんのお金とかアセット、だから両方、取り出さないといけない。で、その取引所が、まあ、1億円の赤字ぐらいになった。So, Bitcoin もそういうが心配。で、今のビットコインキャッシュのネットワークに、証明のアルゴリズムが変わりました。だからリプレイできないみたいな。ちょっと 100% どうなるかちょっと分かんないけど、コードを読んだら多分、リプレイはならない。だからビットコインの普通のビットコインネットワークに取引作ったら、ビットコインキャッシュのネットワークにその証明がダメです。そして、ビットコインキャッシュのネットワークに証明サインしたら、普通のビットコインネットワークにその証明がダメ。OK、そういう感じかな。そうね、2つのビットコイン、今までなかった。2年、3年間みんな話している、ああ、フォークしますよ、ハードフォークしますよ、けど今までなかった。そして、2、3年間じゃなくて、こういう喧嘩は2010年から始まった。サトシと話して、じゃあ、ブロックサイズを上がりますよって、もうずっと喧嘩した。今日2つに分かれるかもしれない。でも、本当に新しいか、ちょっと違う。3年前ぐらい、
Clams というアルトコインが作られた。その Clams というアルトコインは、Bitcoin の UTXO をコピーして、Genesis ブロック、その最初のブロックに入れた。その Clams の最初のブロックに。だから、Bitcoin を持っているなら、2014年の時に Bitcoin 持ってたら、Clams 持ってるかもしれない。私見てなかったけど、多分クライムズが持っている。で、クライムズは just ただのオートコインで、まあ、他のオートコインも、ビットコインの UTXO から、そこからアドレスとか UTXO をコピーして自分のコインにする。でもそれは確かにオートコイン。歴史が全くない。歴史、ブロック1からいろんな UTXO が入っている。今のビットコインキャッシュとビットコイン、普通のビットコインは、歴史、両方同じ歴史だけど、その後に分かれる。まあ、今日の分かれるのがうまくできたら、多分いっぱいなる。みんな、じゃあ私もフォークするとか、どうなるか分からない。そして取引所が喜ぶ。例えば去年のイーサリアムのハードフォーク、例えばポロニアックスが1日で2億円の手数料ぐらいもらった。So、取引所から見ると、フォークとかこういう混乱が一番欲しい。みんなトレーディングするとか、みんな手数料取れるだから、まあ、取引所がハッピー。私あんまりハッピーじゃないけど、ちょっとごめんね。お金というのは、まあ、私、コンピューターサイエンスから考えると、これ例えば物。これはパソコン、これはハンバーグ、これはホテルの一泊で比べたい、right? like, このハンバーグは何パソコンですか。じゃあこのハンバーグは 0.001 パソコンです。あ、なるほどとか、このハンバーグは、ホテルの一泊の何倍ですかとか、あ、じゃあ一つのハンバーグは、ホテルの 0.05 とか、そういう感じ。めんどくさいでしょ。すべてのことを、他のすべてのことを比べる。けど、それはしないですね。お金。これハンバーグ、これパソコン、これホテル一泊。で、これはお金。で、みんな、じゃあ、ハンバーグは500円です。ホテルは6000円です。パソコンは10万ですとか、そういう感じね。これは all of n、これは all of n squared。その比べる。だから、お金がいっぱい作ると、なんか意味なくなるじゃないと思う。だから、ビットコインの意味とか、お金の意味は、まあ一つ。で、それがある意味で centralized。お金は centralization。みんな同意する。じゃあ、このことを、値段で分かる。So、まあ、フォークとかオートコインとかいっぱいあれば、お金意味なくなるかな。それは私の意見。それはあんまりエンジニアっぽくないけど、通学じゃないけど、私の考えは、じゃあ、ビットコインを一つに守らないといけない。いっぱい分けたら、あんまり意味なくなる。だから、私が欲しいのソフトフォークでも、分かれない。だから私、その UASF しなかった。まあ、ある人がそういう帽子かぶってるとか、多分次、ルーク・ジュニアが UASF 大好きとか、私そんなに、まあ、そういう意見じゃなかった。私、一つにみんな一緒にするの方が大事。私の意見。だから、欲しいのルールでも、例えばセグウェイとか、いろんなライトニングのためのルール、私確かに欲しいだけど、私の一番大事なのは、みんな一緒に同じネットワークにする。だけど、まあ、これ自由のシステムですね。法律と関係なくて、誰でも使える、誰でも何でもソフトかける。全然自由、国も関係ない。だから、まあ、ある人たちが別のネットワークに分けたければできます。それアタックというとか、それ悪いとか、まあ、あんまり、まあ、とにかくそういうできます。だから、準備しないといけない。OK。はい。あ、じゃあ、終わり。